植物にも感情がある。どうも、一星です。今日はですね、アグラオネマのアンダマンがですね、動き出したんでね、動画にしてみようかなと思います。ショップさんで購入した、本ちゃん、本物のアンダマンですね。ちょっと上からお見せします。これわかりますか？この真ん中にドリルがね、伸びてきて、新芽のこと、ドリルって言うんですよね。バッチリね、伸びてきてます。っていうことはね、これ中、しっかり根っこが張ったっていうことなんで、もうね、これは多湿環境から出して、このままね、もう上質環境で僕は育てていこうかなと思いますね。はい。でね、あんまりわかんないかもしれないんですけどね、このね、2枚の葉っぱ、ちょっと黄色くなってきてるんでね、もう落としちゃおうかなと思いますね。多少役目は果たすのかもしれないんですけど、別になくてもね、こっちに、この生えてきてるね、この新しいドリルの方に、こっちの葉っぱに幾分の栄養を僕は集中させたいんで、ここはもうね、両方この2枚はカットしちゃおうかなと思いますね。うん、もう黄色くなってきてるんで、どうせ落ちるんでね、さっさと落としちゃおうかなっていう感じですね。ハサミを持ってきたんで、これで、カットしてね、これもう両方落としちゃいます。落としちゃって、このドリルのね、新芽の新しい方のこのここにね、もう根っこがね、吸い上げる栄養分を全部ここに集中させてしまおうっていう感じですね。はい。で、このままね、もう上質環境で普通に管理してあげようと思います。もうね、多湿環境に入れとく必要は僕的にはもうないかなっていう感じですね。あと、もうちょっと成長したらね、もう用土植えにしちゃいたいなって僕はちょっと思ってますね。まだちょっとしばらく水苔で管理していきますけど、この新芽が開いて、もう1枚葉っぱが開いて、葉っぱが2枚くらいになって、3枚目のね、葉っぱが上がってくるかなくらいになったら、もうちょっと用土植えに変えてあげようかなと思いますね。はい、そんな感じです。一星の動画。あとね、じゃん。これね、ヤフオクの方で購入した、もう値段が全然違う。これいくらくらいだったかな ?1500 円か2000円くらいかちょっと忘れたんですけど、芋状態のアンダマンなんですけど、これちょっと全然芽がね、出てきてないし、咲いてもね、こう、なんかタケノコが生えてきてる気配もないんでね、ちょっとね、中見てみようかなと思って、せっかくなんでね、動画でちょっとやってみようかなと思いますね。指でいけるよね。ちょっともう指でちょっと水苔を取ってっちゃおうかなと思います。これ中で腐ってたらショックですよね。多分大丈夫だと思うんだけどね。あ、いるね。ここにいるわ。どうなんだろうね。お、なんか生えてきてるね。これタケノコだね。タケノコができてきてるね。よかった。これわかりますか？これですよ、この白いやつ。これタケノコですね。これからね、これが上に伸びてくると思います。よかった。もうね、中で腐ってんじゃないかとか、ちょっと思ってましたね。全然生えてこないんで。いやー、よかったよかった。水苔戻しとこう。うん。これはね、大丈夫そうだね。もうダメなんじゃないかと思ったんだけど、いけそうだね。よかった、本当に。これがね、大きくなってくんないと、本物のアンダマンと比べようがないからね。よかったよかった。こんな感じで大丈夫そうだね。一星の動画。はい、そんな感じでね、今日の動画はちょっとアンダマン特集ということで、ショップさんから購入した本ちゃんのアンダマンはあんな感じで、これからね、もう上質環境で育成していこうと思います。あとね、ヤフオクで購入した方のアンダマンも元気そうなタケノコがですね、下からニョキッと出てきてたんでね、まあこれからね、あれがすくすくと成長してくれたら、地上部までね、タケノコが伸びてきて顔を出してきてくれるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでですね、僕ですね、ツイッターとインスタグラムもやってるんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。